から海までコラボした YouTuber さんが嫌いな食べ物全部食べきるまで帰れません。僕の嫌いな食べ物アワ、はい、最悪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 1位でした。こんにちは、アコです。アコです。アコです。はい、ということで今回はアから海までコラボした YouTuber さんが嫌いな食べ物全部食べきるまで帰れません。あと僕ですね。はコラボした YouTuber さんの嫌いな食べ物を50音ずつ食べていきます、はい、あの全員の方とあの映像を撮らせていただいたので映像毎回あります。イエーイ。で1人3つずつ選べます。パスは1人1回まで。選んだ50音の中に YouTuber さんの嫌いな食べ物が入っていたら何が嫌いか予想していただきます。で、予想的中したらプラス1ポイントゲット。最後の嫌いな食べ物の1個を選んだ人がプラス5ポイントとなります。運を引いたらっていうわけじゃなくて、最後に存在した嫌いな食べ物、例えば和あって音と運がなかったりするんですか。そしたら和を引いた人が最後5ポイントもらえるって感じです。じゃあレッツゴー。はい、じゃあまこさん、ロコさん、あこさんで1人3つまでいけます。これだから要は YouTuber さんの嫌いな食べ物があった方がいいし、あったら的中させたら1ポイントなんで、できるだけありそうなところを引いていくのがいいですね。まこさんからいきますよ。あからうまでどれいきますか。はい、どうぞ。3つ。はい、あ、よっちさん、い、ありません、う、しゅんしゅんさんとなっております。あ、よっちさんが嫌いそうな食べ物当ててください。あんこ、うわ、しゅんしゅんさんが嫌いそうな梅。じゃあ、あんこと梅と予想しましたね。はい、じゃあ映像を流していきましょう。僕の嫌いな食べ物あはアスパラです。ということでアスパラです。だって美味しいじゃん。嫌いな食べ物はウニです。ウニということで、あはアスパラ、うはウニでした。ロコが好きな食べ物ばっか。アスパラ、ウニ、ウニの。これがアスパラとウニです。ということで、ヨッチさん、アスパラが苦手みたいです。なんでですか。この前トマトって言ってました。もうこれ生で食べちゃいけないでしょ。何かある、え、それもう茹でてあります。大変でしょ。食べるよ。はい、いただきます。はい、ちなみにアスパラとウニは3姉妹はどうですか。大好きです。はい、ウニはロコさん以外は2人はどうですか。食べたことない。食べたことない。1回だけ食べたことある。たった、あの大嘘つきなんだけど。なんで。何回も食べたことある。あ、そう。え、何回もじゃないよ、1回くらいしかないよ。食べてもいい。なんかもう一口食べさせて。え、ウニいただきます。僕もちょっと何を買ったか分かります。塩辛。まこさんね、0ポイントでした。次、ロコさん、絵か、かまでいきます。3つ。え、ありません。お、ありません。か、シュンシュンさん、もう一人ドミちゃん。ということで、同じやつが2つあるもあります。ドミちゃんは貝だと思うんですよ。はい、けど、シュンシュンさんは牡蠣であってほしいと思う。もう一個牡蠣と貝で発表したいと思います。僕の嫌いな食べ物は貝です。ということで、私の嫌いな蚊は貝です。2人とも貝。2人とも貝でした。ロコさん1ポイントゲット。イエーイ。ドミちゃん、ドミちゃんさ、本当に優しい。本当に優しいです。マジ優しいし、マジ可愛い天使です。片手でーす。イエーイ。うまそう。やったね。いただきます。え、まこちゃんはホタテは好きなんですか。最後ホタテは好き。自分にホタテ食べてみたい。優しい。ねえ、最悪やわ、これ。つけすぎだろ。おいしい。ティッシュと私前に食べたらめっちゃ美味しいんだけど。じゃあロコさん、もう感じたですね。美味しいね。美味しいね。美味しいね。では、キが欲しい。次、アコさん、キ、ク、ケまでいきますけど。3つ。はい、キ、ほのぼのちゃんでーす。ク、ハピバニチャンネルのさえちゃんでーす。ケ、しなこちゃんでーす。ちょっと待って、しなこちゃんの嫌いな食べ物知らない。はい、キの、ほのぼのちゃんの予想からどうぞ。シミ。あー、卵もね。おー、はい、次、白身だけ食べたのか。クが、卵もそうだ。クがさゆちゃんです。食べるよ。グミ。じゃグミね。ケ、しなこちゃん。ケーキとか絶対違うんだね。絶対違うでしょ。カン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 。ダメ
はい、じゃあ木が木は君、はい、海、はい、毛がなしで、では発表したいと思います。キノコ、はい、ということで最悪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 はい、グリーンピースです。私の苦手なのはケチャップです。はい、ケチャップです。ケチャップ、トマトが嫌いとか。マイタケです、はい、美味しいです。マイタコです。じゃあ、マイタケです。匂いはいい。グリーンピースです。グリーンピースです。ケチャップです。美味しくないもないでしょ。確かにチキンライスにさ、グリーンピース入ってるから。あ、じゃあケチャップ入れて、あ、合わせるのいいか。たゆちゃんときなこちゃんを合わせて合わせて食べていきましょう。あと、そのきなこめっちゃうまい。だそうですよ。じゃあワイも食べてみようかしら。舞茸だったら別に大丈夫なんじゃん。舞茸が嫌なんです。舞茸痩せるんだよ。おいしいよ。お、いけんじゃん。イエーイ。ポンポンちゃんと趣味が合うんじゃないですか。ロコちゃん、きのこ克服？克服した？もう入れていいみたいな感じになりました。だけど入れると食べないで余っちゃう。ポイントはロコさんが1、マコさんが0、アコさんが0となっております。コ、サ、シまでいきますけど、いきますか。コ、ありません。サ、ミミさんです。シ、ありません。ミミさんが苦手なもの。ロコサーモンだと思う。サーモンだと思う。あんまり魚好きじゃないって言ってたの。サーモン気がする。正解は、私の嫌いな食べ物は刺身です。はい、ということで刺身でした。惜しいので 0.5 ポイントで。じゃあまた、はい、豪華ですよ。いいの。あー、サーモン入ってる。いただきます。はい、刺身嫌いなんて人生半分そうだよ。多いよね、生魚嫌いな人。ダメな人いますね。エロコ生魚嫌いな人とは結婚できない。結婚できない、うん、一緒に牡蠣食べに行きたいもん。じゃあ先に確認した方がいいね。付き合う前に。付き合う前に牡蠣食べれますか。いや、というかまず好きになる前に確認した方がいい。あ、確かに。みんなに、うん、牡蠣食べれる。あ、じゃあお友達になろうみたいな。そっからそう。ロコさんがす、せ、そまで行きます。す、せ、そまで行きます。はい、まず酢が苦手な方はちなこちゃんです。うん、せはいません。あ、そう、僕です。じゃあまず酢から、酢からお願いします。そら豆、酢、お酢とは僕、何が嫌いなの。そら豆。そら豆か、そうめんなんて。でもそうめんは違う気がする。そら豆だよ。そら豆、そら豆。じゃあ酢とそら豆しますか。私の苦手な酢は酢です。はい、ということでお酢の酢です。はい、体にいいからね。ということでロコさん今2ポイント目。いい気。結構ね、調味料が今のところシナコさんは苦手なのが多いそうです。ケチャップ、酢、あとはそら豆です。おー、合ってます。ロコ好きで、あともう1個食べたい。ということでロコさんが今3ポイントです。めっちゃ当たってる。うん、両サイドはそら豆好きなんだよね。アコは好きで、なんかね、好みが、うん、マコだけ違う。ああ、だから食べ物の取り合いはここはすごく多い。なるほどね。では次、アコさん、はい、立ちつまってますけど、もうさ、ほんとにおいしい。立ちついきますか。うん、た、僕が苦手な単語です。ち、ありません。つ、ありません。はい、なんでしょう。た、タコ、団子。じゃあ僕の嫌いな食べ物はタバスコです。最悪。あ、でも正確に言うとあのタバスコはではないです。今回用意していただいた辛いソースです。なんで嫌いなんですって。あ、しかもアコさんずっと0ポイントです。まだ美味しいよね。おいバカやケチャップみたいな。いただきます。エルコも舐める。あー、チリソース。チリソースだ。辛い。でも辛い。辛いね。辛い。水だいぶ助けでも美味しいよ。美味しい。生でいけますね。まこさん3周目。てな、はい、て、まずのえのんさんです。と、よっちさん、ちなこさん、ぼのぼのさん。え、
な、しのちゃんということで、7個チャンスがあります、うん、手から、手が何個、手1個です、てんこ盛り、てんこ盛り、てんこ盛り、天ぷら、だって揚げ物嫌いな人もいるよ、天ぷら、じゃあ手は天ぷらにしましょうか、激辛系、あ、激辛系、めちゃめちゃ辛いよ、デスソース、めちゃくちゃ、あ、デスソースということで、手はデスソースです、なんで辛いソースです、と、ヨッチさんの苦手なと、トマト、しなこさんが苦手なと、トマト、おのぶのさんは、トマト、はい、じゃあとは全員トマトということで、僕の嫌いな食べ物とはトマトです、はい、トマトでした、1ポイントゲット、私の苦手なとはトマトです、はい、トマトです、2ポイントゲット、トマト、トマト、生トマト、生トマト、ほのぼのさんが苦手なのもトマトです、ということでまこさん、ここで3ポイントゲット、あなたたちのおかげだよ、次、な、しのちゃんのな、納豆、みーみさんのな、生魚、もう1個みーみさんありますよ、みーみさん2つ、納豆と生魚じゃない、納豆、納豆、生魚、納豆、納豆、生魚、私が嫌いな、なは、なすでした、なすか、なすだ、私の嫌いな食べ物は、なすです、なすです、なすかよ、私の嫌いな食べ物は、生クリームです、生クリームです、あ、この友達生クリーム嫌いな人いるわ、ということで、まこさんが合ってたのは、とという、とのトマト3連ちゃんだけ正解なんで、3連ちゃん、でもすごかったでいいじゃんとか言わなきゃよかったろこ、調子乗ったから、トウモロコシとかにすればよかった、3連分のトマトですね、ありがとう、わーい、3連分って6マコアコでしょ、ナスですね、はい、ナスです、あ、生クリームです、生クリームですね、え、ちなみに、ナスはみんな好きなの、好き、大好き、てかね、嫌いだったの、なんか量でして出したらなんかハマっちゃって、パパが酒のつまみに食べようと思って焼いたら出したら全部壊しちゃった、ナイピーにあげればと思って、いや、全然いいっすよ、遠慮しておきます、もったいないんで、3人で、3人食べて分け合ってください、リス、リス、はい、はい、キャビーバニー、食べれるけど自分から食べようと、そうです、うん、あ、触れたよ、よかった、少しがありがとうというか、うん、うん、美味しいですか、僕はこっちがあるから、いきます、おいしいね、次、に、ぬ、ね、全部いく、に、のみちゃんです、ぬ、僕です、ね、ありません、苦手な食べ物予想してください、人参、人参、まここれ信じたら多分そうか、ぬるせんべい、ちなみにあこさんはもうなんか助言したりしてますけど、ゼロポイントですからねでも人参は、人参、人参、ぬは、ね、ぬれせん、ゼロポイントの人がまたアドバイスしちゃう、ぬるせんでいいや、ぬれせん、私の嫌いなには人参です、はい、ということで人参です、人参でーす、はい、人参です、あげないからね、次、僕の嫌いなぬは、ぬれせんべいです、うわー、刺っちゃったということで、私も嫌い、ロコさん、ぬれせん食べた、ロコさん2ポイント追加、5ポイント、ん、何、もち、あの、違う、次入る、ママ、人参切って食べたい、人参一緒に食べればいい、パパにぬれせんくれないの、ナスだってあげたのにさ、ぬれせんもくれないの、次、あこさん、いきますか、3つ、はい、どうも、僕です、まずは、まず1人目、ヨッツさん、はい、ナイノンさん、はい、ほのぼのさん、はい、ひ、ハピーバリーチャンネルのサイちゃんです、どうは何ですか、濃厚そうそう、じゃあノーソレね、濃厚生クリーム、なんか今思いついたみたいな言い方してるけど、さっき私が言ったし、言ってましたね、そうだね、次、ハ、ハ、3人います、ノイノさん、ハマグリ、ハマグリ、ハマグリって何、怖いんだけど、怖いって、何あのハマグリって、貝、はい、ハマグリのこと知らなかった、ノボノちゃんはパン、パン、あ、ありえますね、葉っぱかもしれないよ、はい、じゃあ次、ヨッチさん、ヨッチさんの歯は、ハマグリにします、私はよく使う、ひき肉、じゃあそれにしましょう、料理使いますよ、ひき肉、僕の嫌いなのはのど飴です、なんだよそれ、意味がわかんない、なんで嫌いなの、
まずいんじゃないですか。ただの飴じゃん。次歯からいきますよ。僕の嫌いな食べ物、歯はパクチーです。パクチー、ということで、お二人もパクチーです。パクチーか、はい、どれもあってね。私が苦手な日はピーマンです。ピーマンです。ピーマンかよ。ということで、アコさん5連チャンもあったにもかかわらず全て外します。すごいよね。すごいですよ。しかも人の当てますから、その分。うまいとか言ってますけど、あなたゼロポイントでしょ。春菊とか好きだよ。ああ、じゃあ大丈夫じゃん。あ、ピーマンで口直ししてる。そっちの方が気持ち悪いでしょ。マコはピーマン嫌いだもんね。ああ、もうアコさん、マヨネーズしかないし。だって美味しくない。ピーマン欲しい。あれ、ロコちゃん葉っぱって言ったよね。葉っぱかもしれないよ。惜しかったんだ。へえ、信じるよ、だからに。ポイントのおさらいをします。アコさん0ポイント、マコさん 3.5、 ロコさん 5、 最後の嫌いなものを聞いた人が5ポイントありますから、まだ逆転の可能性はあります。では次、ふ、へ、こまでいきますか。3つ、ふ、僕です。へ、ポイントの3です。ほ、僕です。ふ、何しようは、ではまず、ふ、プチトマト。ペヤングの辛いやつ、はいはいはい、あれはダメだよ。ペはペヤングの激辛です。あー、ペヤングか。ペヤングって聞いて、おっってなってそのまま死にました。ペヤングの激辛です。あー、ほっかりもんです。うん、ってことでゼロポイントか。でも調味料合ってるよ。うん、とりあえずされてるな。めっちゃ息吐いてる。ペやばい。ペはちょっとペヤングのやつ用意したんですけど、ちょっとやばいんで、海苔を一口にしますか。食べれなくなるから、そんな。じゃペヤング買い忘れちゃって、やばくなったよ。じゃあもうね、ま、み、むまでいきますけど全部、はい、ま、ちなこさんとどみちゃんさんです。み、さえちゃん、む、僕です。わかった、マンゴーと抹茶。しなこちゃん抹茶、はい、ミルク。それか、ミートソースパスタ。おお、なるほどね。じゃあロコちゃんのミがミートソースパスタ、ムが蒸しパンにしとく。はい、ではまずマからいきます。私の苦手なマはマヨネーズです。マヨネーズでーす。あー、調味料がなんか嫌いなのが多いらしい。はい、私の嫌いなマは豆でした。豆でした。外れ外れ。私が苦手なミはミートソースパスタです。正解。ミートソースいいの？嫌いなのかな？そう、嫌いなのかな？嫌いなのかな？嫌いなの言ってるやん。確かに。僕の嫌いなムーは無糖コーヒーです。うーん、ロコなんて言った？蒸しパン。はい、ということでロコさんでも1ポイント正解なんで6ポイントです。何食べる？ミートソースパスタ、しかもナス付き、しかも大盛りだ。パスタ食べながらコーヒー、うん、ちょっとね、周りについてる。うまずい。コーヒー、僕も未だにちょっとやっぱシロップ入れちゃうんですよ。お茶前やな。うまっ。次が、目、も、やまでいきます。目、も、や、はい、目は、しのちゃんです。これは当たるでしょ。目玉焼き。はい、はい、目玉焼きでーす。イエーイ、イエーイということで、イエーイ、あこちゃん1ポイントです。も、僕です。もやしにしよう。はい、僕の嫌いなもは、もずくです。もずくかい。はい、やはありませんでした。今、ロコさんが6ポイント、まこさんが 3.5 ポイント、あこさんが1ポイントです。ただ、最後に5ポイント当たるかもしれないので、逆転のチャンスがあります。終わりましたね。ヨまでいきます。ちなみに最後の食べ物が有利ですから、最後嫌いな食べ物存在するやつを、ね、当てに行かないといけません。ヨ、はい、ヨ、しのちゃんです。今しのちゃんでしょ。そうですね。ゆで卵。私が嫌いなヨはゆで卵でした。ゆで卵でした。どうぞ。塩。
塩。おいしい。よ、ら、り、までいけます。ら、りいきますか。よ、セリちゃんです。ら、僕です。り、僕です。じゃあセリちゃんの苦手なよ、最近食べた中で唯一リッチです。ヨーグルト。はい、じゃあヨーグルトにしますか。次、ララー油。ラー油。リ、リンゴにしとくわ。はい、ではセリちゃん発表します。ヨーグルト。イエーイ、ありがとう。ラ、僕、卵黄。卵黄。リ、リンゴ酢。卵黄です。塩。リンゴ。はい、牛乳で割ります。ママ、今何時？リンゴ酢どう？美味しいけど、ここまで美味しいんだけど、刺さってからシュッと消えてく。刺さらないですよ。リーコーなかったらロコさんが5ポイントゲットですね。今ロコさんが7ポイント。君食べていい。マコさんが 4.5。 君はもうない。アコさんが1ポイント。アコさん、ル、レ、ロまで。ル、レ、ロ。ル、ありません。レ、1人目がシュンシュンさん、2人目がシナコさんです。ロ、ありません。レーズン。あとシナコちゃんは？あ、レモン。レモン。うん。私の嫌いな食べ物はレバーです。レバーです。私の苦手なあれはレモンです。レモンです。ということでアコさんが2ポイント入りました。1カロリーじゃない、123カロリー。マコさん、残り和音までありますけどどうしますか。和音いきますか。はい、は、ありませんでした。を、ありませんでした。ん、ありませんでした。ということで、最後に引いたのはアコさんで、アコさんが5ポイント足されるので、アコさんが7ポイントで、ロコさんとアコさんが1位でした。ということで、ちょっと改めてね、この企画に協力してくださった YouTuber の方々、ありがとうございました。ありがとうございました。またコラボお願いします。お願いします。最後の日でありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。シャーバーバーバー。ちょっと怖い。なんで編集でもどうにもならない。